ウィリアム・グレンビル、初代グレンビル男爵ウィリアム・ウィンダム・グレンビル、1759年10月25日から1834年1月12日は、イギリスの政治家、貴族、首相ジョージ・グレンビルの三男であり、1782年に、庶民院議員に当選して、政界入り、はじめいとこにあたる、ショーピットに近い立場を取り、その第一次内閣で、 閣僚職を歴任した。特に外務大臣を1791年から1801年までの長期間にわたって務め、退仏強行外交を主導した。1801年に、ショーピットが辞職した際には、一緒に辞職したが、この下付時に、ショーピットと疎遠になり、ホイック等のチャールズ・ジェームズ・ホックスに接近。1806年には、ホックスたちと共に、を成立させ、 その首相、在職、1806年2月11日、1807年3月31日となった。イギリス本国における奴隷貿易廃止を実現した。しかし、フォックスの休止やカトリック解放問題をめぐって、国王上ジ三世と対立を深めたことで実職に追い込まれた。1759年10月25日、後に首相を務める政治家、 ジョージ・グレンビルとその妻、エリザベス、第三代順団者ャクサー・ウィリアム・ウィンダムの娘の、間の三男として、バッキンガムシャーに生まれる。長兄に後に、初代バッキンガム公爵に乗される、ジョージ・ニュージェントイコール・テンプルイコール・グレンビル、時兄がいる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチ・カレッジへ進学した。1782年にから選出され、 ホイック所属の庶民議員となった。1784年からアーから選出される。以降1790年にグレンビル男爵に除されて、貴族院議員に転じるまでこの議席を維持した。政界入りした1782年のうちにに、就任すると共に儀れした。翌1783年12月には、重軽症ピットが首相となり、彼の長期政権で、 閣僚職を歴任することになる。1783年にはに就任して、イギリス数密顧問官に列した。1786年から1789年に、かけては、1789年には、1789年から1791年に、かけては、内務大臣、1790年から1793年に、かけてはを務めた。 そして1791年から1801年という長期間にわたって外務大臣を務めた。ショーピット首相の意を組んでフランス革命戦争からナポレオン戦争初期までの対フランス強行外交を主導した。ショーピットは外交面に不えてなところがあり、グレンビルに頼る部分は大きかったという。1801年にショーピットが カトリック解放問題につまずいて辞職した際には、彼も一緒に辞職した。この下付時、ヘンリー・アディントン内閣に対する野党活動を行うことを、ショーピット進言したが、ショーピットは、党派を形成して、陛下の政府に反抗することは、罪悪という価値観を持つ、政党政治反対派だったので、明確な反対投領集にはなりたがらなかった。この件でグレンビルは、 ショーピットを見限り、新しい反対党と称する反対党派を自ら形成した。新しいというのは、保育党のチャールズ・ジェームズ・ホックスを古い反対党と揶揄たものである。しかし、結局1804年1月には、ホックスたちに接近を図った。流れに取り残されることを恐れたショーピットもこれとは別に反対党を形成し、アディントン政権攻撃を開始するようになった。 ショーピットの格外協力に期待していたアディントンは1804年5月に辞職を余儀なくされ、ショーピットが再び組閣の対面を受けた。ショーピットと疎遠になっていたグレンビルは入閣せず、フォックスと共に反対等を続けたが、ショーピットは首相再任からわずか2年後の1806年1月に病死した。ジョージ三世は公認首相の選定に苦慮したが、 結局第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュイコール・ベンティンクから、アウステルリッツ後の状況を鑑み、反対等に組閣させるのが特策との助言を受けた、ことで、グレンビルに、組閣の対名を与えることにした。1806年2月に組閣した、グレンビル内閣は、ホックスたちの入閣で、トーリー・ホイック横断的な内閣となったので、と呼ばれた、ただしピット派は参加せず、 同内閣は、保育党内閣に分類されることも多いが、グレンビル教自身は正式の保育党員ではなく、また保育からの入閣者は5人だけだったため、そう定義できるかは疑問視されている。フォックスら保育領収が入閣したことにより、グレンビル内閣の政治改革への機運は高く、イギリス本国における奴隷貿易廃止はこの内閣で取り決められた。ただし、 大英帝国植民地においては、法のまま、またカトリック解放にも取り組もうとした。しかし、内閣の重しであるフォックスが1806年9月に病死したことで閣内の不協和音が高まった。さらにカトリック解放に反対する国王ジョージ3世と対立を深め、1807年3月に辞職に追い込まれた。かわって、ポートランド公爵内閣が成立。 同内閣はすぐに解散総選挙を行ったが、この時の選挙で曖昧になっていたホイックとトーリーの色分けが復活し、国王のグレンビル解任を支持する者たちがトーリー、反対する者たちがホイックとなった。つまり、グレンビル今日はホイックということになった。首相退任後には再び官職に就くことはなかったが、1820年代までは正解に、 一定の影響力を残していた。晩年はバッキンガムシャーで引退生活を送った。1834年1月12日に死去。1790年11月25日に以下の位を新規にノブされた。1792年に初代の娘アンと結婚したが子供はなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。